ピエル・マリオ・モロジーには、イタリア・ベルガモ出身のサッカー選手。ポジションはミッドフィールダーであった。地元のアタランタ BC でキャリアをスタートさせ、2005年には、ウディネーゼ・カルチョとの共同保有選手となった。2006年には、ウディネーゼがアタランタから全保有権を買い取り、経験値を積むために、セリエ B のボローニャ FC に、レンタル移籍させた。2007年には、ビチェンツァ・カルチョが、 保有権の50%を獲得し、2009年まではビチェンツァでプレーした。この期間中には、クラブの試合では、プロ経歴唯一となる得点を決めている。2009年8月31日、セリエ B に降格したばかりのレチーナ・カルチョに、レンタル移籍した。2010年2月1日、カルチョ・パドバに、レンタル移籍した。2010年6月、 パドバは買い取りオプションを行使しないことを決めた。2010から11シーズン前半戦は、ビチェンツァに、レンタル移籍して15試合に出場した。2012年1月、A.S. リボルノカルチョに、レンタル移籍した。ボローニャからリボルノまで、レンタル移籍先はすべてセリエ B のクラブであった。2001年9月、わずか15歳にして U-17 イタリア、代表デビューした。 モロジーには経歴を通じて2得点しかしていないが、そのうちの1点は U-17 イタリア代表の試合で決めたものである。2006年9月には U-21 イタリア代表デビューし、2009年にスウェーデンで開催された UEFAU-21 欧州選手権には控えとして招集され、準決勝進出に貢献した。 リボルノカルチョに所属していた2012年4月14日、ペスカーラカルチョ戦の試合途中心筋拘束により、心肺停止状態に陥った。担架に乗せられた際には意識があり、スタジアム内で自動体外式所再動機などによる蘇生措置が試みられた。通信者の暗サは、警察車両がスタジアムの入り口を塞いでいたために、1分近くも、 救急車での搬出が遅れたと報じたが、心臓の専門家であり、治療を担当した医師は、これによる治療開始の遅れがなかったとしても手遅れだったと発言している。モロジーニを乗せた救急車は、サントスピリト病院に急行したが、モロジーニは病院到着前に死亡していたと後に報じられている。この後、 リボルノが2-0とリードしていた試合は途中打ち切りとなり涙を流しながらグラウンドを去る選手もいた。イタリアサッカー界では1969年にエースローマのジュリアーノ・タッコラが試合前に心不全で倒れて死亡し1977年にペルージャ・カルチョのレナト・クーリが試合中に心臓発作で倒れて死亡している。 1989年にはエースローマのリオネロ・マンフレドーニアが試合中に心臓発作に襲われ、2011年には AC ・ミランのアントニオ・カスターノが試合中に体調不良を訴えた病院に搬送された。モロジーニの死去のわずか1ヶ月前にはイングランドの FA カップの試合でファブリス・ムアンバが同様に心肺停止状態に陥ったが、 集中治療室での治療の末に一命を取り留めている。イタリアの他のスポーツに目を向けると、バレーボールイタリア代表のビゴールボボレンタが3月24日にモロジーに同様のケースで亡くなったばかりであった。イタリアサッカー連盟は14日から16日の週末にイタリアで行われる予定だったすべてのリーグ戦を延期とした。4月15日、 かつて在籍したビチェンツァは、モロジーニがつけていた背番号25を永久決番とすることを明らかにした。同日にはリボルノも永久決番とする考えを明らかにし、翌16日に正式決定が下された。17日、故郷ベルガモを本拠地とし、モロジーニがユース時代に在籍したアタランタ BC は、ホームスタジアムであるスタディオアトレティアズーリリッターリアの 南側ゴールーラスタンドの名称をピエル・マリオ・モロジーニとする決定を下した。2001年、ピエル・マリオが15歳の時に母親が死去し、2003年には父親も死去した。その後すぐに父親を追うようにして、身体障害を持つ弟が窓から飛び降りて自殺し、同じく身体障害を持つ姉とピエル・マリオの二人が残された。ありがとうございます。